お疲れです。お疲れです。今日は土曜日で、はい、久々だな。でも本当に俺もこうやってみんなと遊びに行くの。久しぶり。あんまり出てこないですよね。土曜日って。俺が出てこんでな。で今日は、はい、まあそのライブやろうかって話になったんだね。そうですね。でまあせっかくなんで町をさちょっと視聴者の皆さんあの名古屋ってあの。まあ、大きく分けて、ね、名古屋駅、錦が一番まあキャバクラとか、そうですね、繁華街ですね、繁華街な、はい、クラブとかラウンジ、女の子がいっぱいおるような店があって、はい、まあ一番高いところっていうか、はい、まあ高級店が多いよな、高級店が多いです。でそれでもう一個住吉っていうのもあるよね、ちょっと我が物の街で、はい、で今日は住吉、あ、じゃあ違うか、東新町、あ、東新町だね、東新町、うん、住吉もあるんだけど、はい、東新町っていうのがあるな、東新町ってもうアングラの街ですよね。アングラ、どの街なの東新町って。東新町っていうのは僕の親戚がたくさんいます。親戚ってお前、フィリピン人だったらみんな親戚なんか、お前東新町の友達、大体友達って感じ。この辺風俗とかめちゃあるよな。あります。日本一の風俗じゃないですよ。僕が行きつけのところがあるっすね。よくあの指に指突っ込んでくれるところがあるんですよ。どこに？あのお尻の穴に。鼻だろお前。お尻の穴に。鼻でかかったんだろお前。いや鼻は違うっす。鼻はこうっす。鼻をこうやってクックスこうやって後ろをこうやってクックスやってやあーやめてくださいってそれ俺の方や。東新町はね本当にもうまあまあ危険な、昔はね本当に警察結構してた、はい、まあこの間も殺人事件かなんか起きたのがここじゃない、起きてましたね、はい、なんかあれで今お尻触ってましたもんね。ん変なおじいちゃんがフィリピン人とかで結構面白い映画撮れるんちゃう。いいですよ、絡まれたら教えてくださいよ、リュウジ君も。なんでここ絡まれじゃん。はい、ここで叫んなきゃ絡まれるんじゃない。いや、いいっすよ、別にここで絡まれても僕が絡まれてもそれ遠くであの望遠で撮っとこうって50倍望遠ぐらいで大丈夫ですよ。おだあれですよ、ピンマイクつけとったら、はい、バービー知ってる、バービー知ってるバービー知ってる、バービーの息子、バービーの息子すぐ言う。それが有名だもんな、お前の親父な。はい、まあまあ有名な、なんで昔ボーイかなんかめっちゃマジでお前じゃない、お前お前のお父さんか、お前だろ、お前顔見てるんですか、お前めちゃめちゃ言っとんだ、お前目の上じみたいじゃん、お前とりあえず、なんか踊れるとこ行きたいですね。あ踊れるとこ行きたいっすね。どんだけお前フィリピン人なんすか。どんだけ陽気なんだな、こうやってだいぶやばいな、でもこらへんもな、レンコンみたいなやつやってる。だいぶ良くなったけどな。昔俺らの時代なんか中国人ってチクショったの。中国人ですか。じゃあだって昔だって中国人福建省めちゃくちゃ良かった。ブラジルとフィリピンがめちゃくちゃ多かったっすよね。昔は中国人だった。俺らの当時はだって薬の売人も外人だったもん。ああ。あそこのテレビとかもしたんだな。あのナイフとか持ってない。今ないだろ。今ないだろ。俺らの生理党だぞ。ナイフじゃねえだろ。俺ら生理党で襲われたの何回も。ないですか。どうするとか。これが名古屋のあれですわ。あーちょっとまあこの辺がもうミッチーの隠れる。あ、これだよ、これ完全に出来だろ。これは完全に出来じゃない。僕行きつけじゃないっすね。僕のところもうちょっと高いですから。60分は8000円ですから。僕のところでお前の店でも何でもないし。本当なの、こんなホストだったら俺全然なんか向こう側はあんまりないんだな、飲み屋街は。最近じゃないですか、やっぱり。ああそうで、なんか今なんかあれじゃないですか、うん、本当ちょうどコロナの時期で前回、うん、うんうん、で東京のホストが全部封鎖になったから、ああなんか名古屋に来とるとか言って東京の人が、ああなんか問題になっとったな。でなんかすごい問題になっとったもんで、ああ、特に名古屋は開いとるもんで、ああ、それもあるかもしれない。結構有名らしいよ名古屋。30分5000円で身元で支えてます。安いもん、ね、どこまでやれるんだろうな。やばい、全然捕まるんです。なんかこの辺のが支えてますね。えここら辺やばいね。ショー怖いな、さすがに怖いな。ちょっとこの辺街めっちゃ怪獣怖いよな。刺されそうやん普通。やっぱ名古屋あれだね、町だね、うん、名古屋で美味しいとこどっかあるのか。これホテルだろう、もうそんなん取ったらいいんだって。まあデリヘルでも行くんだ。皆さんこんにちは。 YouTube 出ていいですか。 YouTube ですか。あ、すごい。あ、何人ですか。何人ですか。ブラジル。全然日本人みたいな。あ、だ日系だもんね。向こうで育ってほぼ日本だね。カメラめっちゃ向けられとるやん。あ、
トレーニングしてる時点で。そう。すごいそうですよ。恥ずかしいです。そう。ありがとう。ちょっと声かけて、プリンさん。YouTube だけどいいですか。あ、YouTube なんですか。何のあれだ。これヒカキン、ヒカキン。ホコスさんに声かけようぜ。あ、実際ホコスさん。まあ今やっぱ制服、あのスーツだとやられちゃうんだ。スーツでうろうろしようともやられるんだ。昔よかったよね。やらなくもやらない。禁止でしょ。ちょっと。やらない禁止なんで。タトゥーだけやったらいいんだ。スーツにタトゥーだけなんで別に。声かけてって、うん、っていうのどうに見られると、うん、あ、アウトです。あでそうす声かけ取るともうアウトです。そうもうちょっともうちょっと質問してもいい？はい。おいくつなんですかでも。僕25です。ああ若いじゃん。まあこれから。でまあ前ホストまでやり始めたばっかで。僕は前からやってたんですけど。うん。そんなっすね。で彼は新しく入ってくれた。あそういうことだ。ほなまあまあ売れてんだ。いや僕喋れるもんね。結構喋れるもん。いやもう本当に売れてないですね。ああそう。状況も状況なの。ああそういうことか。ああ。でも結構稼げるんじゃないの？いやそんな、僕みたいなもんなんかえぐい話、一個ぐらい聞かせて、まあ、サムネに使いたいで。ほんまに8時台になったあ、何、何8時台。おー、ナイスナイスナイス、面白い面白い面白い。キャッチして、うん、夜のお店にキャッチしたんですけど、うん、その時に、1000円で、うん、入れてくれる。女の子は？いや、男。どういうこと？あー、女の子のお店に、はいはい、紹介するキャッチだったんですけど。あそういうことか、キャッチやってて。ああ、そういうことか。で、その2000人のお客さんが、うん、2件で4000円にしてほしい。2件で4000円にしてほしい。はい。うん。2件行ったら4000円で、うん。あの、コミコミでやってほしい。うん。まあ、いいよ、みたいな。うん。2000円ってのは何？その、紹介料が2000円の？もうお客さんの、俺らが飲みに行くのが2000円。キャバクラ？絶対そうでしょ。おばちゃんしかいないでしょ。最近で2000円でさ、うん、1時間乗ったらいいよって話して、うん、2000円貸して、うん、で4000円だったんですよ。うん、払えないってなって、4000円が払えない。払えないってなったんで、うん、ちょっと上の人たちと出して、うん、うん、嘘、嘘でしょ。増やそうだ。本当に4000円で5本だったら1本700円ぐらいでしょうね。1本700円ぐらいで4、35、35。ほんででもそんな警察だとなったらまずいじゃん。いやもう何も問題になってないんだ、はあ、へえ。じゃあちょっとお客さんネタでナイス。はい、もっとそれもう言わんようにしようわけだろお前。そうそう、お客さんトイレでぶち込んだとかない？だからないっすね。そう面白い。お客さんとはないっすか？お客さんとはないっすか？めちゃくちゃ、あ、そうそう、俺キャバクラで膝小僧舐めすぎて出入り禁止じゃないか。もう3回目ですよお客さん出入り禁止でって何回言われたら今膝小僧で膝小僧舐めすぎて膝ぐらいいいだろてめえ。ちょっと店員切れて出入り禁止だから名古屋のホストとかなんかで何普通にもう安く飲もうと思ったらいくらぐらい持ってこないの？逆に安いところで1万から1万5000円ぐらい。1時間？あ、1時間時間制とかじゃないんで。ああそういうこと。でもこの辺で1万5000円ぐらい女の子持ってこえば飲めるんで。シヤホヤはさないよ全然。あ別にそのシヤホヤシヤホヤどうなんすか、あんまり変わんない気がします。ああそうなんすよ。あ、バトル降りた時のああいうのはバーッとはねえけど。あんなまあそれなりに飲めるよってことだ。1万5000円ぐらい。こういうの聞いてまたね、来るといいんだよ。わかりました、ありがとうございます。またお願いします。お疲れ様です。取れたがあんまないけど、視聴者もごめんね。はい、ちょっとパッとしんかったな。でもすごい、すごい喋らすぎるんだってしょ。まあ、そんな感じで、まあちょっと一回ここ行って、はい、お店行って、まあ今日ここでやいびやれたらやる。まあまあ9時なんでちょっと一回閉めますんで、はい、ちょっともしかしたら使ってもらえないかもしれないけど、動画上がってんだったらちょっとまたチャンネル登録いいね、よろしくお願いします。ぜひコメント入れてくださいね。うん、はい、で、求人道場か、求人道場、あ、チャンネル登録だな。はい、あのチャンネル登録にしてください。あの何って、あのライブをこうやってさ、今からもさやるんですけど9時から、はい、で、これも不定期なの、初めてじゃない、ライブ。どういうぐらい多分初めて不定期で、まあ飲む時に、はい、まあカメラ回して いきなりやっちゃうみたいな感じの形でやるんで、はい、チャンネル登録してあの通知しとると
あライブやってるよって YouTube 開いただけですぐバーンって出てくるから、そうですね、ポンって通知が来るんで、ライブはすぐ出るよな、はい、出ます出ます。なんであのぜひチャンネル登録といいねしません。で誰が登録しようって分かんないから本当、はい、あの俺の知り合いもちゃんと登録してよ、はい、恥ずかしいで登録しないってみんな言うもんで、うん、絶対分からん、本当に分からん、分かんないですね、本当に。またねー、またねー。